さあ始まりました。本日は仮想通貨の相場ニュースと、それから仮想通貨のチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、8月12日午後8時4分 YouTube 録画しております。ちょっと前にですね、仮想通貨のニュースと仮想通貨の相場分析をそれぞれ録画してありますので、合わせてご覧になってください。今日は5つの仮想通貨分析してますので、よかったら最後までご覧になっていただければと思っております。それではまずニュースからご覧になってください。どうぞ。 YouTube 見ていただきまして本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではですね、負けない投資というのをコンセプトにおいて、皆様が負けないようにですね、相場しっかりチャート分析していきますので、チャンネル登録まだの方、ぜひこの機会に向かったらよろしくお願いいたします。まずビットコインのね、2万5000ドルに迫るということで、インフレのピークアウトしさやブロックロック参入が追い風になってるんじゃないかなというところで、資金がだいぶ入ってきたような感じですよね。株式にも言えることかなと思うんですけども、資金がだいぶ入ってきているような感じはいたします。ビットコイン出てますね。ビットコインね、日本円で今日は320万円ぐらい、それからイーサリアム、こちらが25万3000円ぐらいですね。それから XRP、 こちらが50円ぐらいということで、それからシンボル、エイダ、それからドットですね。それからこちら IOC が今日は 3.4% 上がって調子がいいのかな。2円台回復しているような感じです。それでは仮想通貨のニュースですね、まずこちらの記事から見ていきたいと思います。ビットコイン一時2万5000ドルに迫る、インフレのピークアウト示唆やブラックロック参入が追い風になってるんじゃないかなという記事です。仮想通貨の状況なんですけど、10日のアメリカ市場がダウが前日に 2.1% 高になりました。アメリカの労働省が同日に発表した CPI ですね、市場予想の 8.7% を下回る前年同月比 8.5% 上昇にとどまったことが背景にある。約40年ぶりの記録的水準となった前月の 9.1% からは大幅に鈍化しているということだったので、これによってですね、過去数ヶ月間で上昇の一途をたどっていたインフレのピークアウトが示唆されて、今年4月以降は極度の機関相場に落ちていましたね。仮想通貨が下がったり株式が下がったり、まあ、本当にベアがクマがね、うなりを上げていたんですけども、投資家のリスク先行が強まったということで、直近ではウクライナ情勢のに起因する資源高、オイルとかですね、一服して原油およびガソリン価格の低下がインフレ更新の抑制につながったものと見られるということです。これを交換して株式などが大幅に上がっておりましたね。ただし現時点で楽観するのは早いということです。専門家の間ではアメリカの金融当局にとってインフレ抑制、この金融の引き締めですね、目標達成までの道のりはまだ遠いということです。見方が大勢を占める、確かにこういう見方をしている方がまだまだね、特に専門家の方は多いような感じがいたしております。依然として過去最高水準にある統計データは今後の推移を十分注視する必要があり、 FRB の金融政策判断に直ちに影響するものではないと留意したいということなんですが、まあ、どうなんでしょうかね。このアメリカ市場のね、動向がやっぱり株式相場、それから仮想通貨に与える影響大きいですから、まあ、ちょっとこの辺の動向がね、今後の仮想通貨業界にポジティブな方にね、動いていただけるといいんじゃないかなと。まあ、今のところポジティブに動いているような状況で、暗号資産ですけども、他の CPI 発表を受けて、ビットコインやイーサリアムなど、主要銘柄は上昇してるんですね。ただし、エバードームだったりとか、ジャスミンだったりとか、この新しいところというものですかね、この辺は今のところあんまり値段が変わってなかったり下がったりとか、それから原則紙のゲームの仮想通貨は下がっていたりとか、ちょっと高安まちまちなんですけど、主力のところはね、しっかりこの CPI の動向があって良かったなという感じになっている感じです。一目金表の雲の上では上昇を一服したということで、5月休みの2万5350ドル付近の抵抗性の弱値を目する可能性も考えられるということなんですけども、ちょっと確かに弱値は重くなってきてるんですけども、しっかり上がってきてるのを評価していいんじゃないかなと思いますね。まあ、320万ですから、まあ、次350万円ぐらい、それから450万、500万、
700万ぐらいまで行ってもらいたいなと思うんですけども、ちょっとね、そこまで上がれるかどうかはまだね、今のところ見込み的にはまあ350万円ぐらいが一旦落ち着きどころなんじゃないかなっていう感じだとは思うんですけども、まあ CPI の結果をとりあえず今回ね、我々にとっても救いだったんじゃないかなと。そこでね、また仮想通貨に向かい風が吹いたとしたら、株式仮想通貨がダウンして自分たちの資産がみるみると減っていたと思うんですけども、今なんとかねキープしているということで本当に良かったですよね。 CPI の結果本当に良かったと思います。まあ、チャートを見てもね、今のところ結構いい感じで上がってきてますので、これからちょっと期待できるんじゃないかなというところだと思います。はい、それからブロックロックにね参入ということなんですが、まあ、興味ある方はぜひこの辺もね記事読んでください。仮想通貨に関連する記事なんで、まあすごいためになると思いますので、ぜひご参考まで見てみてください。はい、ということで今日仮想通貨のですね、この CPI に対しての、反応などをね詳しくちょっと解説させていただいたんですけども、今回はいかがだったでしょうか。また皆様のね、ためになる負けない投資に対してですね、少しでも負けないように、資金が減らないようにということで、今仮想通貨はですね、まだまだ始まったばっかりの、金融商品ですので、答えを出すのは早すぎると思います。特に新しい仮想通貨ですね、エバードームとか、元素騎士とかですね、この辺りはまだ始まったばっかりなので、まだもう本当にオワコンなのかね、まあ、それからこれからなのか、はっきりわからないんで、わからないものはね、投資なるべくしないようにしていただいた方が、私はいいんじゃないかなと思いますので、ぜひご参考までにチャンネル登録まだの方、ぜひね、チャンネル登録して負けないように、しっかりした投資をしていきましょう。はい、ということで今回は仮想通貨、CPI に対して、その後ですね、CPI のその後をちょっとお話しさせていただきました。CPI は私もすごく興味を持って見ていましたので、私の期待以上のパフォーマンスだったなと思います。株式も700円ぐらいの株式も上がってましたし、アメリカ市場もね2日間にわたって結構な上昇でしたので、非常に良かったんじゃないかなと思います。これからもこのように仮想通貨、それから株式のポジティブに反応するような指標がですね、ちょっと物足りないなという動きなんですけど、ビットコインがねちょっと下げの主導をしてしまっているんじゃないかなと思います。319万5000円ぐらいまで下がってしまっているんですけども、ちょっとね日足そんなに見ている感じでは悪くはないのかなというふうに思うんですけども、まあ実際は今日は 2% くらい下がってしまったという感じでしょうかね。まあ楽観するほどではないですけど、悲観するほどでは決してないのかなという感じがいたしました。続きましてイーサリアムですね、こちらの方が調子がいいですね。こちら日本円で大体25万2000円ぐらいということで、ちょっと冷やしちゃうとこちらも確認していきたいと思いますけども、ここ値段がですね、ちょっとタイムラグがあって、こちらの次に出てきた方が正しい数字です。何回も言うんですけど、ちょっとサイトの上で問題があるみたいで遅れて反応してきますので、この遅れてきた方が正しい数字になります。25万3000円ぐらいです。冷やしを見てもね、まあ、今日は横ばいでずっと動いていたなっていう感じで、動きらしい動きはなかったんですけども、悪くはなかったのかなという感じです。それから XRP ですね、見ていきたいと思うんですけども、 XRP、BNB、ソラナでいきますね。XRP も冷やしチャートを確認していきます。値段今変わりました。これが値段が正しい値段でありまして、 50.3 円ぐらいかなということで、今日は 1% 下落になってしまいました。こちらもそんなにね悪い感じには見えないんですけども、まあ、日本株が強かったっていうのもあるので、ちょっと仮想通貨今日物足りないのかなというところがあるかもしれませんけども、まあ、ちょっと値段の方は少しずつ安くなってしまっているのかなという感じで、まあ、交換はあまり持てないんですけど、まあそんなに悪い感じはしないですね。それから4番目 BNB になりますけども、まあ、全般的にちょっと仮想通貨が下がってきてるなっていう感じはね少しずつあるんですけども、まあ、二角になってるのかなという感じはね
ちょっと高まっていた面がありましたので、こちらの BNB ですね、324ドルとなったんですけども、こちら今日 1.96% 下落になっています。まあ、こちら350ドルぐらいまではいくんじゃないかなと、今値段変わりました。こちらが正しい真実の事実です。すみません。324ドル 2% 安になっています。ちょっとこちらは少しね、ここから下がってきていて、ちょっと安くなっているようなイメージはあるんですけども、まあ、そんなに悪いとは思わなかったですね、見た感じも。まあ、仮想通貨全般がバイナンスコインと同じような動きをしているのかなという感じです。それから最後にソラナですね。こちらも日足のチャートを確認していきます。まあ、これも同じですね。値段が今変わりますけども 2.3% 下落で、まあ、出てくる 2% ぐらい下がって43ドルということで、まあ、これも同じで下にこう下がってきてしまって、まあ、ちょっと弱い感じかなという感じですよね。これちょっと週足も見ていきますね。大体週足、月足も大体他のも同じような動きなんで、まあ、今回はソロナもちょっと見ていきますけども、まあ、ちょっとね、収縮は安かったんですけど、ちょっとだんだん上がってきて、まあ、だんだん収縮よりはちょっと高いところでキープという感じなんですね。今のところ、比較しても。まあ、少し高いですよね、この意味では。ちょっと切り上がってはいるのかなという一瞬間の動きです。それから月足チャートなんですけど、月足チャートを見るとね、今こちら 2.37% が43ドルなんですけども、あんまり変わってないのかなとね、こういう感じが。1ドルちょっと 下がってしまったのかなっていう感じで、まあ、悪い印象はないですよね。そんなに変わってないのかなという印象が1つ来たっても、まああんまり変わんなかったけども下がってないなっていう感じなんで、まあ、ソロナ強いんじゃないかなと逆に私は思ってます。この1ヶ月でだいぶ下がってしまったもの多々ありますので、まあ、値段がしっかりキープしてるっていうのはいいと思いますね。これで終わりたいと思います。仮想通貨ですね、ビットコイン、それからイーサリアム、 BNB、 ソロナ、XRP見ていただきまして本当にありがとうございます。仮想通貨の状態がですね、ちょっと今日はあまり思わしくないので、ちょっと油断しないようにですね、しっかり見ていくようにしてみてください。それから見ていきますと、仮想通貨のちょっと相場のこの値段ですね、ちょっとタイムラグがあって少し遅れるような感じなので、値段の方ですね、ちょっと見間違えないように気をつけてください。はい、それからね、金曜日ということで今日は週末になりますので、土日は仮想通貨もね、いいんですけども、ゆっくり皆さん健康第一に休んでいただいて、まあ、しっかり仮想通貨勉強するときはしっかりしてですね、時間をとって休むときは休む、勉強するときは勉強するという形でちょっと分けるようにしてみてください。いい仮想通貨がね、皆様にとって見つかりますように、これをお願いしたいかなと思っております。ということで今回は仮想通貨総合分析に最後までご覧になっていただきまして本当にありがとうございました。